おはようございます。菅野です。本日はですね、6月11日の土曜日に行われる、講演会、時空を超える褒め橋の講演会についての、ご案内をさせていただきます。皆様、褒め橋療法にかかられるとき、褒め橋の健康相談というふうな形を行っていますけれども、その健康相談を行う前にですね、皆様には質問票という形を出していただいています。で、質問票の中には皆さんの過去の病気とか出来事とかを赤ちゃんの時から書いていただいています。これをホメパシーではタイムラインというふうに呼んでですね、ホメパスの方がそれを参考にですね、現在の症状の原因がどこから来ているのかということを参考にしてきます。過去の出来事を見ていって、例えば恋人と別れたと、その時ものすごく悲しかったとか、そういうふうな時はもう10年前のことだったとしてもですね、この方が今不定小数が現れている原因っていうものは、その過去の恋人との別れが原因だったかもしれないというふうな形で思うとですね、ホメパスの方はそのレメディっていうような部分をそれに合わせて出していきます。何十年前でもですね、そのことが原因であるものに対応することによって治癒に導くことができる療法です。今回は時空を超えるホメパシーの特徴に加えて、その時空を超えるということの背景、意味についてご説明していきたいと思います。皆さんがこの講演会をきっかけにですね、何かに気づくきっかけになるかもしれませんので、ぜひこの講演会にお越しください。お待ちしております。ありがとうございました。